奇は起きた。ついに幼者を打ち倒したのだ。喜びに沸く討伐軍だが、その一方で真の脅威が幼者の巣に開けた新たな道、その先から漂い流れる強大な8つの気配、誰もが確信していた。この先に待ち受けるものを倒さねば未来が開けぬことを、そして自分たちならば必ずや未来を開ける。今最後の戦いが。凄まじい力が8つ、この場所にち。ああ、俺でも感じ。ここまでの力を持つ奴らが相手だ。これが最後の戦い。はい、おそらく。なら何も出し惜しむ必要はないな。力いっぱい。最後の一踏ん張りってやつだね。俺も頑張っ。最後の戦いであろうと何も変わらん。全力で行くぞ。俺たちの未来のため。寝て暮らせる明日のために。予想してたけど、オロチが8人か。しかも洛陽で戦ったオロチとは一味違う圧倒的な力と存在感だ。我らは幾多の困難を乗り越え、ここにいる。この戦いも乗り越えられると信じるのだ。そうだな、勝ち取ってみせる。俺たちの未来を。全ては滅びに沈む。トローカのオロチはいわば幼者の残りかす。こちらは幼者そのものということか。このゾクゾクする感じ。オロチ様みたい。ロビーよ。残念。力はオロチ様並みだけど、頭はエビ並みね。なんだこれは。奥底からずっと恐怖が湧き出してくる。屈するものか。燃えよ我が闘志、前へ進むのだ。人の心を攻める術、以前のオロチでは考えられぬ技だな。他のオロチにも警戒の必要があるだろう。それぞれが固有の能力を持つと考えられる。さて、悠長に構えている暇もないようだ。北と南よりオロチが迫っている。同時に複数のオロチを相手にしたくない。北と南の道を岩で塞ごう。俺が敵の進軍を食い止めよう。その間に道を塞ぐのだ。で満足してもらっては困るな。飛行に対する私の期待ははるかに高い。ほう、これは興味深い。ここは流血。大地の力が集まる場所だ。この力、私ならば使いこなせる。オロチの術を止めることもできよう。一段と冴えておいでですだろう。身を定め。いやさすがなる武勇、我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。打ち取ったぜ。世界の望み、滅ぼす世界よ。寝て暮らせる。ついに平和を取り戻したのだ。戻ったものはでかいが、戻らなかったものも大きいな。じゃあ